日本語能力試験、これから N4 の聴解試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題1。問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。1番。男の人と女の人が話しています。女の人は将来何をしますか？将来何をするつもり？そうね、小さい頃は警察官や看護師になりたかったのよ。いいじゃないか。でも体が小さいし丈夫でもないから。歯医者で働くのはどうなの？会社ってあまり好きじゃないし、スーパーのレジもつまらないしね。人と一緒にいるのがいいみたいだから。先生なんかどう？そうね、小学生は可愛いからね。女の人は将来何をしますか？2番。男の人と女の人が話しています。男の人は漢字を書く前にどうしますか？漢字は難しいですね。私は読むのが一番難しいです。読むのも難しいですが、書くのはもっと難しいですよ。本を読んだりテープを聞いたりしますが、うまく読めないのです。私は書く前に辞書をよく見ます。男の人は漢字を書く前にどうしますか？3番。女の人が話しています。まだやっていないことは何ですか？やっていないことです。今朝も早くから起きて掃除したり洗濯したりして忙しかったです。毎日の仕事ですから仕方がありません。食事はもうできていますが、主人と子供たちはまだ寝ています。食事が終わってから友達とスーパーへ行きます。休める時間はありますが、夜11時の後ですよ。まだやっていないことは何ですか？やっていないことです。4番。女の人が話しています。娘さんはいつもどんな順番で服を着ますか？服を着るとき大抵上から下でしょ。しかしうちの娘は反対ですよ。そう、下から上という順序。まあ靴は最後ですけど。娘さんはいつもどんな順番で服を着ますか？
5番、男の人と女の人が話しています。今日男の人は何を忘れましたか？あれ？ない。あれがないと車が動かないよ。カバンの中には？ないよ。この間は時計を忘れて、今朝もう少しで財布を忘れるところだったわね。最近どうしたの？あなた。もう年かな。今日男の人は何を忘れましたか？6番、女の人と男の人が話しています。二人は何をプレゼントしますか？おじいちゃん今年70でしょ。何かプレゼントを考えなくちゃね。そうだな。ネクタイなんかどうだろう？おじいちゃんもうスーツなんか着ないわよ。そうか。じゃあセーターにしようか。セーターは去年したでしょ。ああそうだったね。髪の毛が少なくて寒そうだから帽子なんかどうだろう？毛糸の暖かいのがいいわね。散歩用に手袋もつけてあげよう。いいね。二人は何をプレゼントしますか？7番、男の人が話しています。誰からボールペンをもらったのですか？うちは5人家族でとても仲がいいです。誕生日にはプレゼントをあげたりもらったりします。今年は妹に花をあげたらボールペンをくれました。父と母にはセーターと靴を買ってもらいました。兄は外国で勉強していますが、何か送ってくれるでしょう。誰からボールペンをもらったのですか？8番、男の人と女の人が話しています。女の人は初めにいくら出しましたか？はい、お客さん、全部で4000円です。はい。すみません、これ3000円ですが。ごめんなさい、1枚足りなかったわね。500円が1枚、100円が4枚。まだ100円足りないわ。100円。まあまあ、お客さん、あとの100円はいいですよ。あ、そうですか。すみません。女の人は初めにいくら出しましたか？問題2。問題2では、まず質問を聞いてください。その後問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。1番、女の人が
話しています。どんな人が何のために小さい服を買いますか？この頃、小さい服がよく売れています。昔は女の子が人形に着せるのに買っていたのですが、大人の人が買っていきます。いえ、お人形じゃなくペットに着せるんですよ。ペットが喜ぶのかしらって思ってしまいます。どんな人が何のために小さい服を買いますか？2番。男の人と女の人が話しています。男の人はどうして眠いのですか？眠そうね。昨夜遅くまでテレビ見てたんじゃないの？見てたけど、10時には寝たんだよ。じゃあ、それから本でも読んでたの？ベッドに寝たままで。違うんだよ。隣の部屋でカラオケが始まってね。ああ、それでうるさくて？我慢してたんだけど、どうしても歌いたくなってね。それで隣へ？そうなんだ。男の人はどうして眠いのですか？3番。男の人と女の人が話しています。女の人は、ここの料理はどうだと言っていますか？女の人です。ここの料理、少し高いけど美味しいですね。でも、ちょっと辛いですね。そうですか？高いとは思いませんが、少し辛すぎますね、私には。女の人は、ここの料理はどうだと言っていますか？女の人です。4番。男の人と女の人が話しています。吉田さんはどの人ですか？これ、吉田さん？ずいぶん痩せたのね。昔は丸い顔だったのにね。サッカーを始めてから痩せたんだよ。それで、メガネしていないのね。そうなんだ。コンタクトにしたんだ。吉田さんはどの人ですか？5番。男の人と女の人が話しています。この1週間、女の人の息子さんは何をしましたか？息子さんです。おや、お帰りでしたか。お母さんの具合いかがですか？はい、
おかげさまで元気になりました。1週間になりますか。留守中ご家族の皆さん困ったでしょう。それが主人は料理をしてくれたし、娘は洗濯をよくやってくれました。息子の方は掃除でもしてくれればよかったのにね。勉強もしないで遊んでばかりいたらしいんですよ。そうですか。まあ男の子ですからね。この一週間、女の人の息子さんは何をしましたか？息子さんです。6番。男の人と女の人が話しています。二人は何時のどの乗り物で行きますか？今何時？今1時10分で、次の電車は2時30分だ。1時間以上も待つのか。どうしようか。バスなら1時30分のがあるけど、バスは道も混んでるし。でもここから3つ目だから、いくらなんでも1時間もかからないだろう。そうね。二人は何時のどの乗り物で行きますか？7番。男の人と女の人が話しています。生徒は全部で何人来ますか？それで5つの机は全部持ってきたのね。はい。1つの机には2人ずつ座るのよね。はい。後でもう1つ持ってきてください。1人用の机ね。もう1人増えたから。生徒の中の1人が急に辞めてしまったので。あ、そうですか。それならそのままでいいわ。生徒は全部で何人来ますか？問題3。問題3では、絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか？1から3の中から一番いいものを1つ選んでください。1番。家を出て会社へ行きます。何と言いますか？1、行ってきます。2、行ってらっしゃい。3、ちょっとそこまで。2番。客をソファーに座らせます。何と言いますか？1、どうぞお入りください。2、どうぞおかけください。3、どうぞお上がりください。
3番友達と空港で別れます。何と言いますか？1これから別れますね。2お大事に。3じゃあお元気で。4番1年後また友達と会いました。何と言いますか？1同じところで同じ人ですね。2また会いましたか。3お久しぶりですね。5番友達にプレゼントをもらいます。何と言いますか？1それはいいプレゼントでしょうね。2じゃあ遠慮なくいただきます。3どうぞ大事にしてください。問題4問題4では絵などがありません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。1番例のことを田中さんに連絡してくれない？1はい連絡してください。2はい例を挙げてみましょう。3はい承知しました。2番この仕事を誰かに頼もうか。井上さんだったらどう？1あの人はちょっと。2誰に頼んだら。32人だけじゃ。3番このこと誰に頼んだらいいでしょう。1そうですか。中村さんってどんな人なの？2そうですね、中村さんに頼めばいいと思うよ。3中村さんが見えたらよろしくと伝えて。4番お土産はどんなものがいいでしょう。1 2,3,000円ぐらいもらいたいんだけど。2 2,3,000円ぐらいのものでいいだろう。3 2,3,000円ぐらいしか欲しくないのか。5番これは面白い本よ、ぜひ読んでください。1読んでからいろいろ聞かせてください。2そうですか、それほど面白くないですか。3できたら1週間ばかり貸していただけますか。
6番こんにちは。今日は暑いですね。本当に。ところでお出かけですか？1ええ、ちょっとそこまで。2暑いですけど我慢します。3はい、ここで失礼します。7番今度会社の前に新しくできた店どう？1じゃあ今度またお願いね。2ああ遠くて古い店だな。3うん、結構流行ってるようだ。8番全部食べなければならないの？1一部と全部とどちらのものを食べるか言ってください。2おいしいから食べたければたくさん食べても構わないよ。3いや、食べられなければ全部食べなくても構わないよ。